豊見城市の UI 医療センターでは、現在 SUV 型のドクターカーを1台所有していて、医師や看護師を患者のもとに運び、現地で治療することはできますが、患者を乗車させることはできません。そのため、患者を乗車させ、病院まで運ぶことができる救急車型のドクターカーの導入を目指していて、UI 医療センターは今日クラウドファンディングを始めました。現場でできることよりもさらに高度な医療が介入できるっていう意味で、いち早い搬送が必要、地域の医療を自分たちで守る必要があるっていう意識、考えを持っていただければ嬉しいかなと思います。クラウドファンディングは今日から7月31日まで実施されます。